まずはコーヒーでも。どうもステイです。今回は浮竹十四郎について解説します。本編での活躍の場は少なかったものの、新作読み切り極意明明編にて彼に対する謎がより深まりました。また浮竹さんの残白刀にも気になる点が多々あります。そのあたりも踏まえながら彼の人物像や能力などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは参りましょう。身長187センチ、体重72キロ、誕生日は12月21日。黒い眉毛に白く長い髪が特徴的で端正な顔立ちの浮竹さん。下級貴族浮竹家の長兄で、弟が5人、妹が2人います。常に明るく温和な雰囲気でいながら、とても義理堅く、多くの死神たちから広く慕われている人物です。好きな食べ物は梅干し茶漬けとおはぎ、嫌いな食べ物はないそうです。休日は庭の盆栽いじりや右玄道の池の鯉に餌やりをして過ごしているそうですが、盆栽はどこをどう飼っていいのか分かっておらず、池の鯉に関しては最近大きな声が増えたんだとテンションが上がっていましたが、これは八千代が朽木家の鯉を捕まえてきて投入しただけ、その真相は知らないようです。また精霊帝通信でアクションアドベンチャー小説僧侶のお断りを連載しています。救済は多いものの、掲載時は確実にトップ3にランクインするほどの人気ぶり。主人公の決め台詞、そいつはお断りだは、精霊帝内の子供たちに爆発的にヒットしているようです。あとちなみに筆谷のことがお気に入りで、会うたびにお菓子をあげています。その理由が東四郎と十四郎の名前が似ているからだそう。それにどちらもシロちゃんですね。そんな浮竹さんですが、彼は五帝十三隊十三番隊隊長、そして男性死神協会理事を務め、協略さんとは古くからの仲、共に神王霊術院の卒業生にして初めての隊長となっており、山爺の愛弟子でもあります。ちなみに院生時代はショートヘアです。生まれつき体が弱く吐血することもあり、安静にしていることが多いですが、隊長格の中でも並々ならぬ実力を有していることは間違いないと思われます。しかし作中での戦闘シーンがほとんどなく、浮竹さん自身も不用意にその力を披露することはありません。なのでその実力は未知数です。そして彼には戦いにおいてある矜持があります。戦いには2種類ある。それは命を守るための戦いと誇りを守るための戦い。戦いに身を置く者はその2つを見極めなければならない。この考えは部下である海燕やルキアにも影響を与えています。それでは浮竹さんの残白刀について紹介します。残白刀の名は僧侶の断り。会合は波ことごとく我が盾となれ、イカ土ことごとく我が刃となれ。通常時は一振りのごく普通の刀ですが、解放すると二刀一対のような姿となり、逆十手状の塚同士が札のついた縄で繋がれた形状へと変化します。能力はいわゆるカウンターのようなものです。片方の刃で対象の技を吸収し、もう片方の刃からそれを放出します。しかしただのカウンターではなく、二刀をつなぐ縄についた5枚の札に仕掛けを施し、返す技の威力や速度などを調節し、タイミングを狂わせることが可能です。残白刀異分担編で僧侶の断りが実体化した際は、双子の少年の姿をしており、浮竹と一緒に遊ぼうよとせがむ自由奔放な性格でした。ブリーチをよくご存知の方なら、僧侶の断りに対しある疑問を抱いていますよね。果たして僧侶の断りは二刀一対の残白刀なのか。初登場時は協楽さんの加点胸骨とともに、山爺からソウルソサイティでも珍しい二刀一対の残白刀爽快なりと説明がありましたが、そもそも二刀一対の残白刀なんて存在しないのではないかという線が濃くなっています。加点胸骨も遺跡に伝わる真剣八狂剣を隠すために加点が胸骨を生み出したという背景があります。会合も加点の部分だけです。ヒサギの風しにも本体は鎖なので、これは一本の残白刀では。僧侶の断りはどうでしょうか。極意明明編では巨大な一本の僧侶の断りが現れています。それに浮竹さんの体にはある力が宿っています。このあたりは後ほど詳しく解説しますので、一旦次に行きましょう。では浮竹さんの活躍について紹介します。初登場時はソウルソサイティ編、病弱ゆえに床に伏せていたことから、アイゼンの偽装師などを遅れて知ります。ルキア奪還の過程で白夜と対峙したイチゴやガンジュたち。白夜は彼ら旅家を処分しようとしますが、白夜を制止しイチゴに開演の影を重ねます。当初から浮竹さんはイチゴたちと敵対したことはありません。その後協楽さんと一緒に僧侶を破壊しようとしますが、それを阻止する山爺と対戦。しかしその最中、アイゼン様の裏切りが発覚し戦闘は中断。僧侶にてアイゼン様たちをウェコムンドへ見送ります。
この時のアイゼン様の名セリフ、私が天に立つですが、実はこの一連のセリフに浮竹さんに対する伏線があります。これも後ほどまとめて説明しますね。話を戻します。ソウルソサイティ編集版、アイゼン様を取り逃がしてしまいましたが、窮地を救ってくれたイチゴ、彼に対し死神大交渉を与えます。続いてアランカル編では、カラクラ町決戦にてリリネットと対戦、というより彼女の特訓をしていました。強楽さんがスタークに苦戦を強いられており、助けようとするも、突如現れたワンダーワイスに胸を貫かれリタイアします。そして死神大交渉室編、浮竹さんに対する謎や不信感が生まれたのはここからですね。銀城の口から衝撃的な事実が告げられます。鍵を握るのは死神大交渉。初代死神大公である銀城は、事情はあれど死神を殺害し出奔しました。この事件により大交渉には監視機能が付与されます。そのことを何も告げなかった浮竹さん、怪しいですね。ただ大交渉をアフさんに見せても効果はありませんでしたし、イチゴ自身もなんとなく大交渉に疑問を抱いていました。しかしイチゴは浮竹さんには特に何の疑念も抱いておらず、むしろもともと命令ということもあって自分を信頼してくれている証だと考え、銀城の揺さぶりには全く動じませんでした。銀城たちとの戦いの後、ソウルソサイティへイチゴがやってきますが、合わせる顔がないのか会うことはせず一人落ち込んでいました。しかし強楽さんからイチゴは今も大交渉を持ち続けていると聞き立ち直ります。まあ全ては浮竹さんではなく小木灘のせいなんですけどね。千年決戦編では病弱さに慣れていることから熟練の治療術を発揮、その後ユーハバッハにより霊王が殺害され、世界が崩壊へと向かう中、ある行動に出ます。それは霊王の身代わり、自身が霊王の器となり世界の崩壊を阻止しようとします。浮竹さんになぜそんなことができるのか、それは彼には耳はぎ様が宿っていたからです。本来彼は重度の肺病により3歳の頃亡くなる予定でした。しかし東ルコン街76地区坂骨に祀られていた土着神耳はぎ様に肺を捧げ延命に成功。この耳はぎ様こそが生死を司る霊王の右腕、その力を解放する儀式神かけを行うことで霊王の身代わりとなることができたのです。霊王はソウルソサイティの神なる存在といえます。ここで先ほど話したアイゼン様のセリフを確認しましょう。誰も天に立ってなどいない、君も僕も神すらも。この君の部分、これ浮竹さんに言っているんです。たまたまなのか、もしくはアイゼン様を知っていたのか、わざわざ君ものセリフのコマで浮竹さんだけを切り取って描いているのはこの伏線だったんですね。世界の崩壊を防ぐため霊王の身代わりとなった浮竹さん、しかしユーハバッハに霊王の力を奪い取られ、そのままリタイアします。終戦から10年後、強楽さんが浮竹さんのお墓を訪れている様子から亡くなってしまったことが明らかになりました。小説ブリーチ We Do Not Always Love You によると、浮竹さんは生前強楽さんに隊長羽織を預け、次の隊長はルキアを置いてほしいと頼んでいました。ルキアにはまだ早いんじゃないかと考えていた強楽さんですが、ルキアとレンジの結婚式に参列した13番隊隊士たちの様子を見て決心したそうです。この隊長羽織ですが、実はもともとは海縁に渡すために用意したものでした。自身は隊長を引退しようと考えていましたが、海縁が戦死してしまい、そこから隊士室の片隅に眠っていたようです。なのでルキアの隊長羽織は浮竹さんの海縁の片身になります。そしてですよ、最新の読み切り極意命名編、これが浮竹さんと僧侶の断りに関連している描写がめちゃくちゃ多いんですよね。極意命名編についての動画は別でアップしているので、よければこちらもご覧ください。最初の語りで登場する2匹の金魚、カズイが飛び乗った2匹の霊体、そして地獄の極意となったザイルアポロを突き刺した巨大な1本の僧侶の断り、ザイルアポロがお早いお月だ神かけ浮竹十四郎と言っているので、これは誰かが僧侶の断りを使っているのではなく浮竹さん本人によるものでしょう。彼は地獄に落とされどうなってしまったのか非常に気になりますね。ではここで先ほどの話題に触れたいと思います。果たして僧侶の断りは二刀一対の残白刀なのか、僕の答えはノーです。真相は不明なのでご注意ください。あくまで僕個人の意見です。ではなぜ二刀一対でないのか順に説明します。まず二刀一対だと思われていた残白刀が実はそうでなかったパターンが多いということです。先日した強楽さんの加点強骨も潔の風死にも二刀一対の残白刀ではありません。そして主人公黒崎一護の乙残月も二刀一対ではありません。一護は死神やクインシーの力を有していますが、残月はそれらの力が反映されてこのような姿へと生まれ変わりました。しかしこれは二刀一対ではなく刀と鞘だということが公式 Q&A で明らかになりました。
つまり見た目が紛らわしいだけで、2頭それぞれが1つの力を有しているというわけではないようです。こちらが死神の力、こちらがクインシーの力というふうに分かれているわけではないということです。となると2頭一対の残白刀自体がそもそも存在しないという可能性が高くなってきます。浮竹さんには霊王の右腕が宿っていました。つまり霊王の力が憑依しているということは、浮竹さん本来の力と霊王の力が混在しているということになります。その2つの力が反映されあの形状になった。しかしその2つは別々の力ですが、1つの体に宿ったものでつながっている。そのつながりを表しているのが札のついた縄です。なんなら僧侶の断りの能力はあの札によるものが大きいです。それに解放前は1本の残白刀で、解放後にあの2頭のような姿に変化しているようなので、ヒサギの風死にのように縄の部分が本体という可能性が個人的に高いように感じます。つまりは霊王の力が体現されあの形状になっているだけで、浮竹さん本来の力による僧侶の断りは1頭ではないかというのが僕の考えです。霊王の力が幾分か反映されてはいるものの、浮竹さん自身の精神の真髄を反映して出来上がったものは2頭1対ではなく1本の僧侶の断りということです。簡単に言うと、ヒサギの風神のように2つの刀の部分も縄も全て含めて1本の残白刀、実手状の部分は刀としてカウントしないということです。ただもちろん2頭1対という線も十分にあります。そちらの可能性についても順に説明します。先ほどの説明で浮竹さんの力と霊王の力が混在していると申しましたが、2頭それぞれが別々に力を有しているという説です。それを札のついた縄で繋いでいることで、文字通り2頭1対の残白刀となっている。そしてそれを裏付ける理由として極意明明編が重要になってきます。千年結成編で霊王の力が失われ死亡してしまった浮竹さんですが、極意明明編にて地獄へ落ちたことが判明しました。その時に描かれたのは地獄の門から突如出現した一本の僧侶の断り。つまり霊王の力を失ったと同時に、霊王の力を有する片方の刀も失われ、浮竹さん本来の力を有するもう片方の刀だけとなったということです。実手状の部分を刀とカウントするという見方ですね。それと実体化した姿が双子の少年というのも気になるポイントです。ただザイルアポロを突き刺すだけなら一本の刀だけでこと足りるので、本当に一本の姿になったのかは不明です。皆さんはどうお考えでしょうか？ぜひコメントで教えてください。以上で浮竹十四郎の解説を終わります。いかがだったでしょうか？謎多き浮竹さん、挽回どころかちゃんとした戦闘も見せてもらっていません。極意明明編にもし続きがあるのならば、彼が鍵を握っているのは間違いないでしょう。続編が読めるのをひたすら願いながら首を長くして待ちたいと思います。皆さんのご意見考察等コメントお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。